途中からああなってからじゃん。例えば、もう紺。うん。紺のスーツ。うん。ね、うん、で黒いソックスと革靴っていう、なんかうちの K' ステージみたいなね、うん、格好からヨーロッパのスニーカーにはならないじゃん、うんうん。会社作ったらヨーロッパのスニーカーで始めなきゃダメじゃん。まあそうだね。うん。そう、そらそう、そらそう。途中からなってすんのか、俺会社のことわかんないから、あれだけど。途中からはならない。そういうもん社風なんじゃない、私服で OK みたいな。そうでしょ、うん。で、それは多分、そういう会社があるわけじゃない。うんうん、でも本当、岡田なんかもう本当になんか、昭和の通勤の満員電車で揉まれてるおじさんの格好だもんね。パンパンの革の黒のバッグ持ってさ。うんうんうん、で、なんかこの間テレ朝で、1本目から2本目が2時間ちょい開くみたいな。うんうんうん、開くね、みたいな、うん。で、岡田と、なんか、テレ朝の廊下歩いてたら、収録終わって、なんか、大つけ麺博みたいなポスターがあって、なんかその、つけ麺の有名店が、やってるよね、テレ朝。入ってる、イベント。とかで近くにあるから、ちょっとじゃあ、ちょっと岡田、これ、岡田これ行きたかったりするんですよ。いや、行きたいっすね、みたいな。そうそうだ。めっちゃ行きたいっすね、つって。それで、なんか、あんま知らないのよ、ラーメンのこと。で、つけ麺で、カニの風味、うん、カニの出汁を取ったつけ麺のつけ汁、うんはいはいうん、ああ、理想あるだろうね。うん、みたいなのが、それが、もうこれがなかなか食べれないんですよ、みたいな。うん、で、行って、うん、限定だったの、数が、うんうんうん。で、まだギリギリやるかもしれないっすねーとか岡田が言ってて、うん。ギリギリやるかもしれないっすね。時間帯とかでもわかるんだな、もう。そうそうそう。そうそう。うんうん、それで、行ったら、うんうん、それを、券売機で押そうとしたらね、うんうん、ちょうど二組前で売り切れですよ。したらさ、お客さんいるんだよ、店の中に。結構、岡田が大きな声で、マジっすか、本当ですか、とか言って、言いながら、券売機の前で言うならわかるよ、うん。カウンターの結構奥の方まで歩きながら、食べたかった。みたいな、なんか。それなんだよ、ケツになんか入れられてんのそれ。そんなわけ。いや、わかるけど、ね、わかるわかるわかる。3.5 メートルぐらい、ああわかるわああ、うん、!2 時までは大丈夫と、ネットでに書いてあったんですけどね。いや、それ、なんなんだろうね。それを伝えたところでっていうのは、うん、ないもないんだかしょうがないし。で、まあまあまあ、岡田落ち着けとで、俺もそんなにショック受けると思わなかったから、いや、で岡田じゃあその、カニのね、やつじゃなかったらどれなのさ、これがいいですね、つって、あの、つけ麺をね、これもなかなか食べられないやつです、つって、二人で、まあ、買って、券渡して、あいつに。で、清潔って、で、岡田、俺もこんなこと言いたくないけど、お前その、ああ、ないっすかっていう声がまずちょっとでかかったし、ショックなのわかるけど、あと、3.5 メートルぐらい店の中をうろ、ぐるぐる歩いてたと目つぶりながら、つったら、いや、そんなわけないじゃないですかって言うのよ。恐ろしいわ。自覚なしだろ。恐ろしい男だぜ。恐ろしい男でしょ？恐ろしいでもわかるわかる。あれ、で、なんか、うん、食べてさ、ああ、うん、でも確かに岡田、やっぱこう、美味しいわって俺思って、はいはい。なんか家、もう、まあ、本当に、3ヶ月に1回ぐらい、つけ麺食べること、うん。で、それもどこの店並ぶ、うん、もう並ぶの嫌だから、はいはい。家の近くのね、適当なお店に入るぐらいで、つけ麺3ヶ月に1回、やっぱ全然違うね、みたいな。その化学調味料みたいな感じも一切ないし、なんかじっくり出し取った感じがするんだね、みたいな。あー、なんか一安心ですとか言われて。一安心別にお前が作ったわけじゃねえだろうと思ったんだけど。何不安に思ってたわけ？何なの？それ分かんなくて。それでなんか、ラーメン屋さんのグループがあるんだよね。グループなんか、なんとかグループっていうのがあって、まあまあまあ、カリスマみたいな人がいて、その人はその人で店持ってて、それに賛同する人たちが、それぞれいろんな店の店主がいて、それがなんか、十何店舗で、なんとかグループっていう名前があるらしくて。だからまあ、修行した人たちだったりするんだったら、大正拳とか。で、それで、俺は、俺はそう思ったの。これそれぞれ師匠がみんな一緒で、それぞれ店を開いてみたいな、ね、ってことでしょって言ったら、いや違うんです。え？違うの？みんなそれぞれ店持っててそれぞれでやってたけど、この人に、がカリスマだからみんなでこうグループになってて、師匠が一緒の人もいるけど。
なるほどね。で、だからお互いの店でコラボラーメンみたいな作ったりとかするってことか。うん、そうそう、それでね、で、俺が、ね、あ、じゃあ、例えば、滑らない話で、松本さんがいらっしゃって、うん、吉本の方もいて、でも他事務所の人もいて、うん、でもみんなで話す、みたいなことだよね。って言ったら、うん、ちょっと違いますね、みたいな。え？いや、いや、もう今のは、もう、そうですよくないみたいな。いやー、ちょっと違うんですよねみたいな。で、違う理由を全然言わないの、だから。いや、言わないの。じゃあ、なんか正してくれよと思うよね。うん、それでなんか、そのグループの T シャツがあってめちゃくちゃ欲しいみたいで。うん、あんまり手に入んないとか。いや、詳しいね。あいつなんか今度もうテレビ、ほんとこれ情報解禁で、大輔も今ちょっとブースのガラス向こういるけど、うん、怒るだろうけど、情報解禁前だから。うん、何よ。岡田なんかテレビ出るらしいぞ。なんか、ラーメン詳しいってことで。本当に？うん。何出んの？な。いや、スクール革命。スクール革命かい。じゃ情報解禁前だから、本当これは多分ちょっと怒られるかもしれない。スクール革命かい。これはいよいよ俺、天笠さんに、ダメよっていう。いやいや、別に、岡田が引きで、なんかさ、番組やろうと思ってるわけじゃないから、多分大丈夫と思うよ。これ本当にあの、リトルトゥーさん、本当拡散だけやめて、本当に。いや、別にいいよ。これは俺怒られる。ね、大輔ね。岡田はさすがにね。怒られない。大丈夫だよ。いや、クロッカスに怒られる。なんなのさ、もう明らかにこの間の修学旅行でなんか仲良くなったんじゃん、それ。スタッフと。散々多分いじられたんだろうよ。そこでしょう、だって。でもあいつかっこよかったな。うん、なんか若林さん麺食べ終わりましたって、そのつけ麺。うん、そしたら、すごい、なんつうんだろうな、うん。結構腰をグッて入れて、うん、カウンターの人に、すいません、スープ割りを。って言って頼んでたもんね。生意気だね。で、俺よくこれ、つけ麺食べて、そのまま帰るけど、うん、スープ割りって言ったら必ず出てくるもんなの。うん、これはもう絶対あります、つけ麺屋さんには。みたいな。うん、まあまあ、ね。うん、みたいな話。まあ。もう、リードされたってわけだね、じゃあね。そうそう。そこ行ってね。そう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 、詳しいから、うん、やつの方が。いや、謎だよね。なんかね、その、テレ朝の、ラーメン好きの人と、うん、日テレの、ラーメン好きな人で、うん、岡田が美味しいっていうところに行ったりして、で、あれじゃ、松戸とか行ったりするんだって。うん、いやー、するよ。並んで。うん。で、休みの日はなんかね、うん、フェスみたいの行ってるんですよ、ラーメン。行ってるラーメン。フェス。なんか、二郎祭りみたいなの行ってるよ。あいつは、もともと AKB のおかげで、うん、AKB 劇場とか、通ってたんだよ。うん、ああ、なんかね、うん、ね、AKB 劇で、あいつ、こないだほら、ヨーロッパじゃなくて、アジアのチームなのかな、うん、海外のクラブチームとサッカーの、うんうんうん、鹿島アントラーズが試合したりとか、するの、うんうんうん、スポーツバーでやってんのを、一人で見に行って、その混じって、その鹿島アントラーズ。サッカーも好きだ、確かに、ね。サポーターズの人と、仕事帰りに一人でスーツで、うんで、鹿島アントラーズのペインティングほっぺたに一人で帰る。一人で一人でシールみたいなの貼って、みんなでおーって見て、で、なんかそれもやっぱ隣の人とかと仲良くなるんだっつったら、うんうんうん、いや別になんなんです、みたいな。なれなんかそれなんで行くのっつったら、やっぱ家で見るより、なんか楽しいと思ってみた。だからさ、俺と春日が想像を絶するミーハーっているんだよ。ああ、そうだね。それをなんかミーハーっていうのもちょっと失礼かもしれないけど、俺、なんか、ちょっと、前頭葉のブレーキ効くじゃん。うんうんうん、なんか一人で、例えばスーパーボールのビジョン見に行くのはな、みたいな。だから誰か誘うとか。好きでもね。一人で行っちゃうんだ、あいつ。いや、行動だから現代っぽいってことで、現代人というかさ。そうかもしんない。うん、一番若者っぽいんじゃないの、見てくれはさ、おじさんだけど。詳しいもん、ほんと芸能人のこととか。変なやつだよね、あいつ。でもやっぱりなんかやっぱさ、あるんだろうな、うん。そういうなんかさ、変なのってのはなんとなく醸し出す雰囲気あるじゃない。ある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 。そういうところから構成されてんだろうね。かもな。うん、やっぱそれ、あ、大輔さんに会うたびに言われるもん。うん、最近、そのね、うん、来てないから、うちの、うん、私の現場に。うんうん、二郎好きの、うん、マネージャー、何、飛んだのつって。いなくなった。いや、違う現場なんすよ。うん、あいつ好きやわいや、これって、なんか、しょうがないんだよ。なんか、こうやって、うん、まあ、今度テレビ、あいつ出るけど、うん、で、あれ、ガキの使いも出たじゃん、相撲で。うんうんうん、これは、もう、ね、出ることになっちゃう人っているんだよ。
なんか発見されちゃう。発見されて、それは、会社止めても無理なのよ。うん。うん。なんかあるんだろうね。うん。だからその大輔さんが好きだっていうのも、うん、その新潟にね、うん、去年の24時間テレビで、こう、佐渡島まで行くと、いうのの、ロケ行って前乗りして、ね、泊まって、で、次の日、朝10時ぐらいかな。うん、11時か10時ぐらいに、ホテルに集合してみんなで行きましょうと、ロケバス。で、岡田がさ、まあまあもちろんいて、で聞いたら、その集合前に新潟にある唯一行ってなかった、今まで全国で行けてなかった二郎の店に行ってきたって言ったの。集合前に、はいはいはい、でそれ聞いて大地さんがそのマジでみたいな、こんな朝早くって言って、へーみたいなのを言ってて、で乗り込むじゃない、でバス乗ってすぐ寝たんだって岡田が。でそのもう寝息がもう人魚臭くて私後ろの方だったから分かんなかったけど、前の方がもうどえらいことになってたらしいのよで、なんやねんこいつって思ったらしくてそっからもう一気にみたいな。いや、あのね、でもね、うん、なんかあるんだよ、そんなことを本当俺ね、言いたくないんですよ、で、もう俺は慣れてきたんだけど、やっぱり、毎晩ラーメン食べてるんですよ。マジで毎晩ラーメン食べてるの。仕事の後、毎晩ラーメン食べて家帰るの。朝楽屋ニンニク臭いよ。いや、まあそうだろうね。あいつが一人の現場は。でももうね、それはね、もうね、いいよしとしてんの、俺は。しょうがないね。ラーメン食べてもらう方がいいから。うんうん、それでストレス溜まるよりもね。詳しくなってほしいし。なるほどね。だけどね、あいつが気づいてないと思うけどね、ニンニク臭いんだよね。楽屋が。あいつが先に30分先ぐらいに入ってるから。はい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 、はい。まあそうなるよな。もうしょうがない。抑えられないもんね。一晩寝たぐらいじゃね。ラーメンのニンニクつったらね。でもめちゃくちゃ結婚したいんだって、これね。で、それで、本当、女の子に話しかけられないもんな、俺と一緒でって言ったら、いや、じゃあ勘弁してください、みたいな。一緒にしないでください、みたいな笑い方すんのよ。で、本当に、現場で仲良くなって、なんかいじられたりする感じから仲良くなって、相手が女優さんだとして、その人に、から本当にお互い好きな感じだって分かってもいけないだろうっつったら、いやーそうなってみないと分かんないですねみたいな言うのならないよ。自己評価が高いんだよね。そう、なるほどね。まあ楽しいだろうな。いろいろ楽しいことにスッと入れる。そうだね。やつだからね。いろんな、そうね、趣味が多いという。ああいう好きなものでもああいうやつと。一緒だと楽しいだろうな。まあそうだろうね。いろんな情報もあるしね。なんかさ、そういうさ、なんかあれで考えるとさ、まあちょっと岡田マネージャーだけど、ええ、どうかしました？なんか俺の車をね。うん、岡田マネージャーが運転するときがあるんだけど、はいはいはい、まあ、岡田マネージャー、多分癖だと思うんだけど、鼻の頭をこう、つまむんだよね、こう。てめえのってこと？自分の鼻の頭をつまむ、なんか赤信号でつまむ癖があって。なんだその癖。なんかこうハンドル握ってるってこう鼻をこうつまんでこう何回もつまむんだよね、それでまあハンドル握って、まあ、まあ癖だからまあ、まあ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 しょうがないか、なんかもあるんだろうね、そうそうそう、うん、で、まあで岡田マネがその家の近いところで降りてその後俺が運転して帰るみたいなことが多いんだけど、ああ向こうのってこと、家の、まあちょっと怒られちゃうかもしれないけど、岡田マネは、代々木に住んでるんだけど。ふざけんじゃねえよ。ええー、生意気なとこに住んでるね。ええー、ちょっとこの、あんま、
情報をね、おっぴらにしちゃいけないことを言うのでね、ちょっと怒られたりもしてるんで、僕も気をつけなきゃいけないんですけども。もうちょっと詳しく言ってもいいぐらいよ。鼻の頭を、で、まあ、代々木で降りて、俺がその後運転するみたいな時あるけど、運転変わった時に、そのハンドルが、その、もう油でベトベトになってんだよね。鼻のね。鼻の頭をこう、つまんでは、ハンドル握ってつまんでは。でまあラーメンを食べてるからだと思うんだけど、毎食、うん、確かに油切ってるところあるもんね。そう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 、もう常にね。でなんか、うん、この間あの岡田って毎日ラーメン食べてるから、うん、スープも飲むから、うん、なんか自分の部屋ってラーメン臭いんじゃないのって言ったら、なんか、はい、いやそんなわけないじゃないですかって言われて、まあそうだ、ね、彼は言うよ。でもまあ、でもなんか誰か人あげたことあるのかって言ったらないって言ってさ、うん、言ったら多分ラーメン臭はすると思う、ね、彼は否定はするよ。花輪さんにめっちゃ怒られてたって言うからね、ラーメンの匂いが。あ、そうなの。そうそうそう、あ、車の中とか、車の中とか、あ、じゃあ当時よりはまあよくはなったのかね。そうそうそう、そんなに彼からね一緒に車乗せてそんなにしないもんな、うん、そうそうそう、はあ、もうしょうがない。まあだからちょっと岡田にはね、なんか迷ってんだよね、うん、その降りる時にハンドル拭いてもらう、うん、ハンカチーフをねプレゼントするか、うん、タクシードライバーの方のような白い手袋をねプレゼントするかちょっと悩んでんだけど。なるほどね。それを車に乗せとこうかなと思って。これつけて手袋はめて運転してくれた、うん、そうそうそう。一回だからそれは何、うん、聞いたことあるの、お前あれだなって、うんうん、鼻をよくこうね、うん、くんってやる、うん、よなみたいなことをちょっといじったり、遠回しにいじったことある、うん。いやなんかさ、その俺はなんか結構その、うん、まあ知っての通りそのプロレスとしてのね、うん、いい技を繰り出してきたのを受ける、うん、そしていい技を繰り出すのを受けてもらうっていうね、うん、そういう果たし合い、男と男の、うん、していきたいんだけど、うん、なんか彼はその技を繰り出してるつもりじゃないからさ、鼻の頭を触ってるのは無意識なわけだから、まあまあ そうだね、それを突っ込むっていうのは俺の中でちょっとルール違反なのよ。だからその直で行っちゃったら、うん、そのリアルファイトになっちゃうけどさ、そこをなんかそのさ、うん、ファニーな感じでいじるみたいなことは、うん、ない、まあ、いじるまでいかないまでもさ、まあ、でも言うとしたら春日じゃない、うん、それは私、うん、いや私はでもまあ、あんま知らないからね、こうやって鼻をいじるっていう、うん、はいはいはい、うん、彼がね。そうかそうかそうか。いやでもなんかそれ、うん、言ってたけどっていう言い方でなんとか言ってくんないかな。だとしたらもう直接言っちゃうよ、そのなんか、ん?ってなっちゃうから。言ってたよーって、ハンドルベタベタになるっつって。なんかそれをさ、なんか風の噂でさって言う。いや、噂も何も。いや、出どころがもうあれ確かにないじゃん。ラジオ聞いたんだけど、みたいな言い方でちょっと言えない、うん、いやいや、ラジオ聞いたんだけど、みたいな。ラジオ聞いたもん。まあ、ラジオ、ラジオ、まあ、ちょっとラジオでね、ラジオで聞いた。一番のリトルトゥースだったりするわけじゃない、春日が。私がね。うん。うん、パーソナリティでありね。そう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 。一番うん、まあそれは別に私はね、はいはいはい、全然聞けるけどね、うん、俺は別にリトルトゥースではないからさ。いや、あの裏番組聞いてるしさ。この時間帯そう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 。インカムにし、うん、ね、見えるけど、これうん、TBS ラジオ流れてるからね。なるほどね。だとしたら器用だね。随分器用だよ。そっちに引っ張られるぞ、やってるっちゅうのは。まあまあね、うん。で、ちょっとなんとかなんないかなと思って、うん、春日さんに。この間カシマネージャーもね、新人の。うんうん、カシマネージャーも言ってたよ。なんか春日がなんか随分なんかおひれつけて喋ったんだって、ラジオでカシマネージャーの話した時に。そんなおひれつけてないよ。刈り上げがとか。刈り上げは。あと T シャツ、うん、メロコアだっけ、なんだっけ。メロコアじゃないよ。うん、ハードコア、メタル、メタルも結構激しめのやつよ。カントリーじゃなくてね。カントリーじゃないよ。うん、うん、結構ハードなやつよ。ハードなね、うん、やつを、ね、メタルっていうの聞いててって、でカシマネージャーが、っていう話してたじゃない。名前も好きで、ね。で、なんかメールで、なんか、うんうんうん、なんか明日頑張るみたいな返事がなんて書いてた、ね、おめえよ、なんだっけな。うん、生きておめえを、うん、注ぐ注ぎましょう、うんうんうん。生きておめえをね、うん、注ぎましょうって、怖かったな、うん、若い新人マネージャーから帰ってきた。うんうん、帰ってきた、ね。明日頑張りましょうってことでね。意味合いだったっていう、ね。意味合いで。うん、まあ、それも嘘だっていう話だ、ね。いや、嘘じゃない。おい、ちょっと、
スマートフォン持ってきてくれ。全部本当だよ。カシマネージャーが言ってて、うん、それを。今日も山登りのロケでメタルの T シャツ着て登ってた。メタルの T シャツもね、なんか随分なんか、おひれつけてたっていう、うん。いや、彼の私服はもうそれだからね。黒いメタルの T シャツ。いやいや、本当はなんかミスチルの T シャツだった、うん、ところをなんか春日がそうやってなんかハードコアの方が面白いかなってちょいちょい。カシマネージャーもやっぱ俺に言ってきてくれたからね。うん、何春日さんラジオで喋ってましたけど、うん、あいつ全部嘘ついてる。あいつですかそっちだわ、問題なの。うん。春日のことあいつって言ってるのが問題なの。でも生きておめえを注ぎましょうは、うん、あれでしたよ。なんかその、なんか春日さんとのやりとりがあった上でのことだったんで、うん、なんか決して僕が春日さんのことをなんか軽んじて、ああいう風に送ってるんじゃないんで、なんかそこだけ若林さんに分かってほしくて、ちゃんと言ってきたね、歌詞が。まあそう？私だってそういうね、ちょっとびっくりしちゃったという、風に話したじゃん。いや、なんかいきなりね、メールが、そのメールが来たみたいな喋り方してたけど、それは実はいきなりじゃなくて、二人の間でそういうなんかこう、お決まりのね、やりとりがあって、テンプレのね、やりとりがあって、それをメールで送ってきたのをいきなり送ってきた。いや、いきなり送ってきたんだよ。ちょっと見てくれよ、その前段階からのメールのあれを。でもそれは俺は、そのなんか、いやいや言わないよ。それは、そのラジオのルールとして分かってるし、俺も。まあ。春日におひげをつけるっていうのはね。いや、そんなつけないのよ、私は。うん。つけない、まあ、つけるつけないっていうよりもね、普段からつけるつけないっていうよりも、その、カシマネージャーの件に関したら結構ドキュメントだから。そこは。うん。まるまる嘘みたいに言われちゃうと、ね。まあ、春日がね、そのエイだ。ね、うん、並みに、その、ヒレをつけるっていうのは、ほぼヒレで泳いでるみたいなね。俺は、それは聞いてたけどもね。ヒレで泳いでないよ、私は。体幹使ってちゃんと泳いでるよ。うん、いやいや、それはね。うん、全部が全部、そのドキュメンタリーっていうつもりもないから。俺は3万ぐらいの感じだけど、おひれの付け方としてはね。いやいやいや、若林さん。ガスがはもう若林さんこそよ。えいじゃないですか。いや。いやいや、若林さんこそよ。何がよ、うん。いや、そう、おひれで言ったらね。うん。こんななんかこの、ね、どっちがおひれつけてるみたいなことを言うのもね。うん、うん。別に、まあ、しょうもない話だけどもさ、うんうん。そんな言うんだったら、うん。若林さんの方でしょうよ。まあ、私はつけないもんだ。まあそれは強く否定できないけども。否定していいよそこは。そこで否定していいだろ別に。ちょっと嫌いになってもいいだろうよそこ。だよね、その勝ちマネージャーの件に関しては結構ドキュメンタリーだというね。はいはいはい。そんな別に。うん。うん、嘘はつかない。勝ちマネージャーはもともと大学の時に芸人だからね。うん、ああ、そうだね。うん、聞いたよ聞いた。本当舞台っていうかライブとかやってて、だから、うちのマネージャー陣で、初じゃない？歌手マネージャーぐらいでしょ。ああ、お笑いやってたっていう。やってたっていうのがさ。ああ、そうかもしれない、ね。だから、それで驚きですよね、その辺もね。まあ、そうね。うん。うん。芸人さんじゃなくてね。そうそうそう。マネージャーになったっていうパターンね。そう、うん。まあ、それで、岡田がね、鼻をつまむ癖が、結構危ないんだよね、ハンドルが油まみれっていうのは、運転にも。うん、支障が出るから、それで、自分のハンカチでももうなんかあんまり拭きたくないっていうか。まあ、そうだね。岡田の油となるとさ。それはだから彼が自分で何とかして。だいたいちょっと傘言ってくんないかな。いや、別に言えるけどね。うん、全然まあ、それは言えるけど。あ、ちょっと俺は。らしいね、つって。うん、どうやら。うん。若林さんのハンドルが油。ちょっとじゃあ俺は岡田やるから、うん、ちょっとお前、うん、怒るとこやって。何笑ってんのよ。いや、その漫才の振りみたいな設定の。何よ。いや、その、設定、振りみたいなされてる、ね。ちょっとやって。うん。おい、マル。はい。最近、どう、今日行った？はい。
この前にラーメン食べた今日。はい。今日ラーメン食べた。は？今日だからラーメン食べてから来た？何をですか？いやだからラーメン好きじゃん。ラーメンを食べてから来たのか。ラーメンを食べてから来たのか。うん、うん、うんうん。あの誰いやそんなバカじゃないよ。そんなに抜けてないわ。もうそうやったら多分早々と首になってるそんなやつは。こんな会話単純な会話ができないほど抜けてたらそこまでじゃないよ。ああ、うん、まあ、だからそんなから始めて やるわいいじゃん、うん、ちゃんとやるわ、うん、これ丸はい今日はラーメン食べてから来たのかい。はい今日ラーメンを俺結構遅いじゃん今日はね入りがはいだからラーメン食べてから昼とかに昼食べてから来た今日はラーメン食べてから来たか。え、そう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 。この近くのさ。僕、誰がですか。いや、その丸がさ。丸。うん。丸。いや、その丸って呼んで私は。君のことを丸と呼んでるだろ。K ダッシュ丸だから。え、うん、今ですか。いや、いや、そんなに抜けてないわ。なんで全く同じくだりをやるかね。いや、そんなにやばくないよ。そんなにやばくないよ。いう。まあ、若林さんの目からそう見えてんだかもしれないけど、うん、そこまでじゃないや。そこまでのレベルじゃないわ。はい、ごめんごめん。じゃあ、ちゃんとやるわ。とりあえず会話はできるからさ。うん。はいうんはい、まあまあまあ。はい、あれでしょ？はい。若林さんの先生の。はい。先生の車、結構運転することあるんでしょ？え？いや、ほら、先生の車を代わりにね。運転することあるだろ？誰？いや、丸がよ、丸が。二人で。帰るときに。実家でですか？いや、違う違う違う、その。実家の車ですか？仕事帰りに、若林さんの先生のね。は？車をさ。はい。運転することがあるだろ？運転することがあるだろ？うんうんうん。お前が？彼。いや、丸がさ。丸が。うん。丸？丸が。マルが。いや、そんなに抜けてないのよ、だから。全く同じ。全く同じことをされた。浮かばないのよ。浮かばない。他のボケが。いや、いいじゃん、いいよ、やんなくて。うん、いやー、すまん、何も浮かばなくて、雲をつかむようなやりとりだった。うんまあじゃあ。その、3回被せようっていう意思があったわけじゃないんだよ、書くことある。なるほどね。結果的にそうなった。何にも浮かばなかったっていうことなんだよ。じゃあもうやめた方がいいわ。うん。やってみてって言うからさ。チャレンジしたけど。そんな感じだったら。まあちょっと、言ってみてよ、うん、じゃあ。まあまあちょっと聞いてみるわ。多分気づいてないと思うからね、うん、本人は。うん、ね、うん、そんな、いや、ほんと多分、うん、いや、そんなことないですけどね、って言うと思うけどね。うん、いやー、ちょっとこれ、この間ね、なんか春日のこれからチャレンジすること、このラジオで言っちゃってさ、ちょっとガチで怒られたんだけどさ。うん、あ、そうなの？これ言って大丈夫かな、うん、何よ。スクール革命なんだっけ、大丈夫かな。スクールが今週ありましたね、収録が。言っても大丈夫これ。俺もわかんなくなった。何が怒られて何が大丈夫なの。事前に今、確認されてもさ、うんまあ、スクール革命に関しては大丈夫でしょ。そんななんかそういうない、どう、こうな、結果をね、大々的にさ、なんかこの発表するっていうかさ、かこれこれこういうことでこうなりましたとかいう番組じゃないからね。なるほど、なるほど。うん。そうか。そういうのは言っちゃダメなのか。そういうのは言っちゃダメですよ。そのなんか、スポーツの結果と同じなんだからさ。なるほど。うん。チャレンジものの結果とか、ね。スクール革命っていうのは、いつも先生が来て授業をするというね。うん、まあ、やつじゃないですか。はい、まあ、それでちょっと、大竹医師がね、大竹ドクターが授業しに来たんですよ。来た先生でね。先生し。これさ、うん、大丈夫それ大丈夫でしょ、別に。その大竹先生が出る出ないで、多分、視聴率変わってないよ。まあ、むしろねっていうところもあるしね。大竹先生出るから見ようなんて思う人多分一人ぐらい。むしろ下がるみたいなところ。いや、そうだね。だからギャル、そう言ってみたらマイナスかもしれない。大竹のタコスケがさ、随分な異様だな。来てさ、またさ、うん、金のさ、聴診器って誰にもいじられてなかったけど。そうそう。そうだね。あと、襟立てて、ね。襟立ててんだよね。うん、何回も直したの、こうやって。
で誰も別に見てねえよと思ったけど。大竹のタコスケがさ、うん、来てね、クイズ出してましたよ。来てさ、それでなんか、体クイズ。よしゃいいのにさ、なんかオープニングでさ、うん、なんか、オードリーのラジオのなんか、うん、ヘビーリスナーなんですよ。大ファンなんですよ、みたいなことね。なんか言って、うんうん、言ってた。内村さんとザキヤマさんもいるわけじゃないですか。うん、で、したらなんか、大竹のタコスケがさ、うん、なんかラジオ好きで聞いてるだけだったらいいんだけど、うん、なんかいや、僕ほんまリトルトゥースなんですわって言ったのよ。で、それで俺ね、で、その、大竹のタコスケも、うん、大竹コスケも、ちょっと短くします。うん、大竹コスケもね、うん、なんつうの、その、言って、うん、リトルトゥースですって言った時に、俺はなんか、うん、リトルトゥースを、うんおい、やめろやめろリトルトゥースのこと言うのはってすぐ言えばよかった。だって、うん、リトル、このラジオのリスナーのことをリトルトゥースと呼んでるなんて、うん、ザキヤマさんには宇宙一バレたくないんですよ。まあそうだね。一番バレたくない人、地球上で。うん、ザキヤマさんが。うん、で、うん、でもさ、なんか俺もさ、なんか、天狗だなって自分のこと思ったんだけど、大田小介がさ、うん、なんか、いや僕、リトルトゥースなんですわって言ったときに、なんか、それ言うなじゃなくて、いやいや、まあ、いや、そうだけど、なんか、その話今しなくてもいいじゃないみたいに突っ込んじゃって、なんか、そのリトルトゥースをなんか、みんなが知ってるもんだと思って、そのまま話進めちゃったのよ。なるほどね。そしたら、なんか、内村さんが、リトルトゥースって何ってなっちゃって。それはまあそうですよ。聞き慣れない言葉だもんね。大竹のタコスケがさ、なんかあそこ別に聞いてるでいいじゃん。うん、そしたらさ、なんか、リトルトゥースみたいになって、うん、ザキヤマさんも、リトルトゥースみたいになっちゃって、で、何若林くん何どういうことよみたいになっちゃって。いや、だから、いや、これは、いや、本当は僕らのラジオだけ、中だけですよ、つって、リスナーのことを、リトルトゥースって呼んでるんですよって言ったら、なんか、内山さんとザキヤマさんが同じタイミングで、内村さんね。あ、内村さんとザキヤマさんが同じタイミングで、へえって言ったんですよね。まあそうだね、言われたな。そうそうそう、うん、リトルトゥースね、みたいな。うん、で、春日がね、ザキヤマさんに、で、ビッグトゥースはさ、つって話しかけられてたんだけど。うん、自分のことは称してないんですよ、つって言ってね。トゥースとは、なんですか。そうそう。っていうくだりがあってさ。うん、そうね、バレちゃったね。いや、ちょっとバレちゃってね。この間さ、うん、潜在能力テストをさ、あって、うん、これ大丈夫かな、うん、ゲストの方とかもあんまり言わない方がいいね。ゲストの方は言わない方がいい、誰が、うん。それはやっぱり、誰が出るんだって、その人は目玉になったりするだろうか、うん、告知の仕方とかもあるだろうしね。でこれはね、俺ね、ちょっと思ったんだけど、うちの、まあ、俺と、うん、なんか、潜在能力テストのスタッフさんの間柄だったら、うん、いいこともあるかもしれないんだけど、うん、向こうの、事務所のね、うん、方がいつ公表するかっていうのもあるからね。まあ、あんまりそういうクイズとかバラエティに出られない人だったらね。そう、聞いてもらえる一応誰かは、それ、ゲスト、潜在能力テスト。俺言っちゃったらね、その発表したと同じになっちゃうけど、森脇さんなんだけど、うん。全然大丈夫でしょ。大丈夫。全然大丈夫だよ。何が逆にさ、うん、今、ダメかと思ったんだよ。クイズ番組に、まず出なさそうじゃない、うん、だって、あのランクの方が。いや、出るよ。お前、それはまずいよ。出る。いや、俺は言われたんだよ。春日君、東大、受験するらしいな。森脇さんに。森脇さんに。で、メイク室出てきたところでお会いして、はいはいはい、いや、そうなんすよ。難しいとは思うんすけど、うんうん、いや、びっくりしたわ、みたいな。で、聴取率良かったらしいな、みたいな。ああ、いや、森脇さん、出ていただいた回で、森脇さんのおかげで、で、またお願いします、みたいな。頼むなーって言いながら、こう、うん、俺に頼むなーって言いながら、うん前方向に歩いてるから、うんうん、だって俺を振り向きながら歩いてるわけ。頼むね。で、壁に激突してましたけど。頼む頼むなつってま壁にぶつかったことはないことにしてましたけど、ガーマルチョバですよ、本当に。
あ、そう、そこでリアクションしないんだ。うん。当たってもうたみたいな。俺、言わなかった。それはないことにしてた。壁に当たったこと。で、俺も、いや、当たったじゃんっていうのは、そうやっぱ、あの、本番中じゃないか、言えないから。ああ、まあそうだね。そうそうそう。で、あと、ヤクさん大丈夫言っても。この方はまずいと思うな。俺らも学生時代とかよくテレビで見てた方で、大先輩だし、言わない方がいいかな。それは言わない。どうなの？その名前聞いちゃったもん言っちゃうことになるけど。あの、ジョビジョバのマギーさんもいらっしゃったんだけど。いや、大丈夫でしょ。いや、お前はね、本当に後悔するよ、そのせいで。いや、マギーさん大丈夫でしょって。お前、マギーさんと面識ないだろ、だって。面識はない、ないね。ないだろ、お前。ないけど。大丈夫か、お前。だって、ほら、もともと、だってその、まあ、バラエティの人というかさ、うん、コントとかやるね、お笑いの人なわけじゃない、うん、うん。うん、だから別に、出てもおかしくないじゃん。いや、そう？そりゃそうよ。大丈夫かな？大丈夫でしょ、別に。ああ、そう。ほんとめったに出ない。でも、吉永小百合さんとかね。ああ。だったら言わない方がいいと思うよ。いや、吉永小百合さんは潜在能力テストで出てくれるわけないでしょ。いや、例えば。だからそう思うでしょ？そういう方が出てくれるって時は、はいはいはい。それは言わない方がいいでしょ、多分そこを目玉にする、目玉っていうかね。ああ。うん。直前で発表ぐらいな感じなんじゃない？番組の。この間じゃあその、ミランダ母さんも出たことは言わない方がいいかな。いや、そう、本当に出てんだったらそれ言わない方がいいよ。あ、嘘だ、うん。出てないでしょ。うん。嘘。そうやって出んのよ。嘘です。で、そう、ミランダ母が出たらそう言わない方がいいよ。ああ、そう、うん。そらそう目玉だもんだって。サマサバ、タバさんのバッグは大丈夫かな。うん、バッグ、うん、もう誰かが持っててるってこと。え、違う、その潜在能力テストの座るとこにサマサタバさんのバッグが置いてあって、だってゲストとして、うんうんうん、っていうことは大丈夫。それはもうそういう時があったならね、大丈夫だろうけど、うんうん、番組自体はちょっと危ないよね、もうそうなってくる。もうそんなことしちゃってるんだったら、もうちょっと心配になっちゃう見てる方が。いや、それで、こんなシュールなさ。いや、マギーさんはね、うん、そのあのまあなんか収録終わった後ね、うんうん、あのまあ楽屋帰ってさ、はい、まあ楽屋帰ってたらなんか俺もほら、うん、のを、まあ、自分で言うのもなんだけど、うん、まあ、大回しの後だからさ。なんかそういう。大回しね。うん、じゃあ、うん、あの、ノブさんで言う。ノブさん。大回し。その回、ノブさんも出てたんだけど。ああ、じゃあいいじゃん。ノブさんの前で。ノブさんがいると大回しだと思われてんのかなと思って、なんかチラチラ目合うのよ、ノブさんと。なんかね、ノブさんがニコニコ見てくれてて、はいはい、なんかそれじゃなんかすごい照れくさいんだけど、ちょっと。いや、それはでもノブさん的には、ああ、若林君大回ししとるなって思ってる。その見方ちょっと恥ずかしいんだけど。それは思ってくれてるってもんじゃない？で、まあ、うん、まあ、ジャケット、とか脱いでたら、コンコンって言って、うん、あの、ガチャって開けた、あの、マギーさんが、うん、あの、挨拶、ご挨拶来て、すごいじゃん。いただいて、そしたら、いや、お疲れ様でしたってなって、うんうん、で、若林くん、うん、僕も、うん、かれこれ、3年ぐらいもう、あの、うんうん、リトルトゥースなんだよ。だから、お前のさっきの発言は、ほんとちょっとチャレンジしていいですか、最後、マギーさんの俺、名前言った時の数が何つったか。いや、そんな失礼な言い方してない。いや、めっちゃ失礼な言い方。いや、まと言い方がめっちゃ失礼な、うん。いやいや、そんなことない、そんなことない。これはまずいよ、と思って。いや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 。いや、もう聞いてると思いますよ、うん、マギーさんだから。ああ、今週も？そう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 。でもそんな恥ずかしくないよ、もしご本人が聞いて。聞いてみ、自分でどういう口調で。恥ずかしくない言い方。これはほら、オンエアと自分の印象違ったりするじゃん。うんうんうん、ちょっと聞いてみてみましょうよ、うん、あそこの。いいよ。うん。いや、ちょっと待ってじゃないのよ。うん、こっちだって石井ちゃん。そこ厳しいな、俺。そこいや、向こうだってなんかいろいろある。それはさ、すぐに出てこないでもあるよ。チャレンジしそうだなっていうところを先回りでね、うん、もう用意しといてほしいぐらいよ。いや、それは無理よ。なんで無理なのよ。それはやっぱ能力以上のことをよくしたね。あ、そう？それは自分記事で考えちゃダメよ。あ、そう。そらそうよ。うん、いやー、でも、ヨシキと大沢さんだったら、うん、まあ、できないですかね。前任者の名前出すんじゃないよ。電話も出ないから。ヨシキはさ、リアルタイムで聞いてないってことか、1時、3時で。まあまあ、そうだろうね。ねえ。うん、聞いてくれてるにしても、うん、まあ、今は聞いてないだろうね。リアルタイム。あんだけ生で聞いてほしいって言ってたヨシキがさ、うん、そんな、おい、もう、お前ら、できねえんだったらいいぞ、お前、帰れ、二人。お、長崎石。
帰れ、首だお前。厳しいな、まあ、アメリカのメディアだったら首だぞ、うん、これでお前。ああ結果至上主義だったら。おい、うん、石井。で、何考えてんだよ、お前。うん。アルコ&ピースの方気合入れてやりやがって。うん。なんだ、差をつけてんのか、差をつけてんのか。ランパンプスだったらちゃんとやんだろ、情けお前。差をつけてんのか冗談じゃないよ、お前。うん、そうだったら問題だと話してくるぞ。失礼な感じで言ってか聞いてみ、ちょっと。うん、あの、ジョビジョバのマギーさんもいらっしゃったんだけど。いや、大丈夫っしょ。いやほら。これは名前、名前。生意気だね。大丈夫っしょ。大丈夫っしょ。生意気。大丈夫っしょ。みたいな。生意気だね。いや、なんかちょっとなんか、うん、なんか、かっこつけてたでしょ。いや、かっこつけてる。大丈夫っしょ。大丈夫っしょ。みたいな。言い方してたよね。まあそう聞こえるけど、かっこつけてない。で、マギさんがね、うんうん、それで、リトルトゥースなんですって言ってくださって。嬉しいね。だから、若林くん、司会で、うん、で、横に座ってんのが森脇さんで、うん、もうリトルトゥースの僕にはたまらない現場だった。天国みたいな現場だったこれは、ありがたいね。ご挨拶しに来てくれて、うん、で俺はね、見逃さなかった瞬間があって、うんうん、その日のマネージャーは岡田だったの。もう岡田ね、このラジオでちょくちょく話題に上がった、ね、マギーさんがね、うん、リトルトゥースなんですよって言ってくれた瞬間ね、うん、もう楽屋の中にいる岡田がね、うん、ふって一歩前に出たんですよ。いや、それ気のせいじゃない？いや、これマジで。いや、それは若林さんが。で、俺がこ う、ドアのところで、ありがとうございますってやってる、この横に岡田立ったんだけど、うん、リトルトゥースなんですよ。ちょ、もう3年ぐらい聞いてるんですよってマギーさんがおっしゃった時に、岡田がやっぱすくすって一歩こう前に出た。これもう絶対前です。で、岡田、あの岡田ですよ、みたいなことで、マギーさんが。それは恥ずかしいよ。それはちょっと恥ずかしいよ。その話が本当ならば。岡田ですっていう感じ。ああ、私があの。私が例の、ええ。もうだからもう本当よか、あえてよかったですね、ぐらい。リトルトゥースなら、みたいな、ええ。私ですよ。マギーさん。岡田です。よかったですね、あえて今日は。で、それぐらいでしょ。その一本にはそれぐらいの意味が込められてるね。そうだね。そうしたら。それはよく無意識だろうな。無意識だと思う。だから岡田に聞いても、いやー、岡田は、いや、そんなわけないじゃないですか。まあそうだろうね。やつはそういう、なんであれ。うん、岡田はだって、お前はタイプの子がいたら話しかけられないだろって言ったら、そんなわけないじゃないですか。その、女優さん本当好きになっちゃったらいけんのかって言ったら、まあ本当に好きになれば、みたいなこと言うやつだから。いや、恐ろしい。無意識っていうのも恐ろしいけどな。いや、そうなんですよ。逆にね。で、マギーさんはもう岡田には気づいてなかったっ、うん。ああ、絵で見てないからね。なるほど、なるほど、ね。そうそうか、そうか。いや、だから、あのさ、春日の大丈夫しはちょっとまずいと思うけどね。うん、いや、まあ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 、別になんかそんな、なんか変な意味はないけどね。変な意味はない。いやいや、その、変な意味はさ。ああ、うん。その、なんか、ま、ねいじったりしてるつもりはないけども。はいはいはい。うん。若林さんがそう言うから心配されてたから。うん、いや、それはそうよ、うん。意外な人じゃないんじゃないっていう意味でね。はいはいはい。うん。言っただけで。まさか純粋あんな言い方ね、あんな失礼な感じだった。ちょっと反省しますけど。いや、でもまあ。まあこの間ね、うん、まあ岡田くんね、岡田マネージャーがね、うん、朝のロケの始まる時、うん、なんか今回ちょっとケータリングないんですけど、朝ごはんなんか買ってきましょうかみたいな話になってて、ちょうどロケバスがマクドナルドの真ん前に、うん、泊まっててもんで、うんうんうん、朝だったから、うんうん、あ朝マックやってる時間じゃないみたいな。朝マック久しぶり食べたいな、つって、わかりました、つって、買いに行ってくれた、うんうんうん。で、帰ってきたら、そのエッグマフィンね。うん、うん。お願いしたから。ああ、うまい、ね。で、なんか、サイドメニューがあるじゃん、セットだと、飲み物と。そうだね。で、岡田が、ナゲット買ってきたんですよね。ほほう。なかなか選ばない。ポテトみたいな板みたいな。ハッシュポテト。あ、そうだね。だいたいあれとかだよね。そうそうそう。はあ、で、そのロケバスの中だからなんか、うんうん、バーベキューソースあげて一個一個ナゲットにソースつけるのがちょっと俺だるかったのよ。まあ確かにな、朝だしな。でもなんかさ、うん、まあこういう世の中だからさ、うんうん、なんか何がね、うん、そのパワハラだっつって IC レコーダー回せるっていうか分かんないから俺もさ。いや、確かにね。
いつもの感じ出しちゃうとね、若林さんが。いや、お前、負けちゃうからね。それは良くないよ、お前。じゃ俺がお前のこと言う分には冗談になるけど、うん、お前が俺のこと言ったらなんないんだよ。うん、いやいやいや、そんな、あ、そうなんないんだよ、冗談。いつ IC レコーダー回してるか分かんないからね。うん、俺は気をつけてんだよ、本当に。まあまあ、それはまあ、用心した方がいいよ。用心というかね、うん、ちゃんとこの、対応した方がいいよ。そうそうそう。うん、で、その、結構、その、うん、俺言ったっけよ、ね、うん、その、いや、ナゲットかいみたいなことは言わないです、俺は。あの、岡ちゃんさ、みたいな、なんか、朝マックって食べるみたいな。食べ、好きだった、好きだってするみたいなこと。あんまないっすね、みたいな話になって。で、なんか、朝マックってハッシュポテトのイメージないつって、いや、ないっすけどねつって。なんで笑ってんだ何笑ってんだよ。いや、ないっすけどねって笑ってて、なんか、俺の間がちょっとそういう間だったのかもしんないんだけど。なんか入ったのかな、ね、その前にはね、その、朝2杯ラーメン食べてるのは、すごい夏、いや、昼ですけどねって言って。いや、でも、起きて一番最初に食べたんだろって、はいっていう話があったんだけども。なんだろうな、うん、やつの中のなんかこの基準というか、ラインというかね。そう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 。で、この間も車でね、春日ってね、その、事務所の車で移動するときにね、大きい車がね、女子が乗る、女子タレントが乗る車で、で、その、あるんだよね。で、そのが、なんつうの、大きい車だから、なんて言えばいいか、3列っていう。3列のシートだね。春日はさ、大体一番後ろでふんぞり返ってる。いやいや、そんなことはないだろ。そんなことは、後ろ後ろに乗ることは多いけどね。ブランケットを膝にかけてね、ふんぞり返って、アイコス吸ってんだけど。その時だけは、ね、車で、事務所の車で移動する時だけ。アイコス吸いながらね、英単語のね、テキストを読んでるんだけどね。いやいや、吸ってはいないですけど、ね。俺が2列目で、ま、正座してて。で、運転席で岡田が運転してるみたいな。まあ、滅多ないんだけどね。事務所の車で移動することはね。うん、で、たまに会って。うん、で、なんか、俺が岡田に、岡田、俺、東大卒業したスタッフさんに聞いたんだけど、うん、春日が合格する確率 0% だったよ、つって。うん、で、そんな言い方しますかねみたいな。まあね。岡田が笑ってたら、春日が、うん、あ、笑ってんじゃねえぞつって。いや、それは言うでしょ。うん。いや、それはさ、その、若林さんにそう振られても、振られたら、いや、そんなね、いや、僕は、受かるとは思いますけどね、とか言う、普通は。何一緒に、いやいやいやって笑ってさ、確かにそうですね、みたいな笑い方するからさ。もうそれは言ってやったんだ。じゃあね、笑って、笑ってんじゃねえぞって春日が言ったらね、うん、岡田が何て返したからって言うとね、うん、今のは咳ですって言って返したんですよ。舐めた男だよね。笑ってたんですけど、今のは、咳ですっつって。うん、ほんと舐めた男だよ。あの男は。じゃあ病院行った方がいいなっつって。こっちもよ、うん。変わった席だなっつって。うん。舐めた男だよ、あの男は。へぇ、なんつって。なんかまともにあの男は、なんか謝った人見たことないよ、そういえば。本気ですいませんみたいな時ないね。この間楽屋開けたら、ニンニク臭かったんですよ、朝に。はいはい。だから、岡田ちょっとラーメンのニンニク匂いするな、今日、つったらね。いやー、多分畳の匂いだと思いますけどね。なんかこの合気道のような。受け流すね。いや、また、合気道っていうか、クロスカウンター合わせに来てる感じだったけどね、その時は。もう攻撃か。俺はもらっちゃってたから。いやー、参ったよね。いやー。一回ね、まあ、聖堂さんに、岡田、マネージャーの岡田、スペシャルウィークどうすかねって言ったら、却下されましたけど。まあ、やっぱりあるんですよ、聖堂さんの。やっぱりその、うちわになっちゃうね。感覚がね。ある、聖堂さんの感は正しいからね。呼ぶのは違う、距離がね。なるほどね。これぐらいの感じで。呼んじゃうとそうでもないじゃんっていうね。それは、やっぱそれはね、呼ばない方がいいよ。
あれ謎なんですけど、なんでうちの事務所の社員で岡田だけノーネクタイなんだろうな、あれ。あ、そういえばそうだね。苦しいのかな。苦しい、あ、そういえばそうか。あいつネクタイ持ってないんじゃないの、あいつ。してる時あるっけ。いや、もう見たことない。ないよな。この間でも、そっか、うん。なんかいじられてた、スーツいじられてたよ、そういえば。誰に。南原さんのマネージャーさんに。あ、そう。これさぁ、つって。なんか変じゃないみたいな。これしか持ってなくないみたいな。うん。いやとか言って、またヘラヘラしてた。ね、透明見てたのよ。これさ、冬用のさ、スーツじゃないいやいや、そんなはずないじゃないですか、みたいな。俺ね、ま、なんかね、うん、春日もね、でもちょっとそういうとこあるじゃん、うん、いや、そんなわけないだろっていうところをちょっと、なんかここの時とかなんか、なんか。わかるわかる、そうなる。なんかね、あのね、うん、あの、もう、ボスザルっていうか、その番長みたいなね、うん、やつがいて、うん、なんかこう、バスケ、中庭のバスケットゴールでなんか、3on3みたいなのもよくやっててさ、うんうんうん、で、春日はさ、なんかそのグループではないからさ、うん、なんか、カスがなんか自転車で中庭をふわーっと走ってきたのよ。ほうほう、全然覚えてない。ほいほい。で、その、なんか番長みたいな、まあ、人が、うん、顔がでかかったんだよね、自転車で走ってきて、多分。なあ、当面で見て。なんか、私の。なんか、うん、お前顔でけえな、みたいな、カスが言われたら、うん、いや、そんなことないけどね、つって言って通り過ぎてたの、うん、覚えてない。一言置いて。そんなわけないだろうね、だけ置いて。なんかね、それすげえ覚えて、なんか、すげえなと思ったの。この番長に、そうやって、あの、紺の布ベルトしてるダセーやつが。フランスの航空会社のあの、肩掛けカバンを背負ってる数とかね、うんうんうん。そんなことないけどね。うん、あれなんか、自分、うん、あの、自己肯定の力が強いやつで、その、そんなことないけどねって言うよね。俺は、なんか言われたら、うんうん、あ、そういう見方、そういう見方したらそう見えんのかって思うの、自分のことは。うん、うんうん、なんか、例えば俺なんかよく口臭いよって言われるんだけど、うん、あ、そうだろうね、そういう。その言ってくれた人は褒めたいね。よく言ってくるなっつって。結構体重きついね、うん、なんか俺なんか言われんだけど。ね、うん、で、カスがなんか、どう、口臭いねって言われたらなんて返すの、うん、いや、そんなわけないだろ。, 笑っちゃありえなくて。だそれぐらいのレベル、そうだね。そうかもしんない。幸せなんだよ。やっぱ、自分に自信があるっていうか、肯定、自分のことしてるやつはね。うん、受け入れてるから。すごいね、こう、その可能性をね、ないものと考えて、いや、仕事ずっと衣装ないっすけどねっていう、うん。で、俺はそう言われて、あ、そうなんすか、一般常識はね、自分が間違って、変なのかもしれないって思ってるから、と思うけど、なんか春日とか、いや、そんなわけないだろって言うもんね。うん、ありえない、考える余地もないというか、ありえなすぎるというか、うん、アメリカ人ですよね、みたいなこと言われてるのがおかしいよね。ああ、なるほど。いや、もう、どこがよ。でもさ、大体自己肯定力が高いっつって、大体俺のデータよ、大体ダサいやつ、うん、まあそうね。いや、そう。気にしないからね、外をね。うん、まあそうだね。その分ね。外にだから向いてないというか、何の意見でどうこう、ね。受けるっていうことは、下地がないからね。楽しいからね。自分で自分を生きてるの。だから笑っちゃうんだよ。ボケみたいな感じで聞こえるってことなんだからね。ああ。うん、そんだけ言うじゃないですか。だから、岡田も AKB のさ、追っかけとか、あの、AKB の秋葉原の劇場とかずっと通ってたりさ、してたことがこう、あってさ、それで、あれだろ、ラーメンで、から、なんか、そのラーメンのその、エビかなんかで出し取ったやつの、この間話したじゃん。行ったらその、数量限定で、1日の。それが売り切れてて、なんか、ああ、本当ですかって、マジでラーメン屋を2周ぐらいしたんだから、ああ、そうか、あ、売り切れちゃったか、この時間っていう。で、俺横にいるのにだよ。俺先輩と言って自分が食べたくて、売り切れになってても多分、2周できないと思うんだよ。まあ、そうだね。確かに、そりゃそうだ。うん。うん。だから、その瞬間、やっぱり、若林さんのラーメンの方が、やっぱり、上位にあったんだろうね。で、なんか、うん、結構、もろもろの話と、撮ってる時とかも、うん、春日に、ちょっと、ヒヤッとする時あるもん。え？うん。なんか、ヒヤッとすると同時になんか、すげえな、やっぱり、春日ってと思うんだけど。え？その、無礼な振る舞いある？無礼っていうか、俺はなんか、その、なんか、古文気質みたいなのあるから、なんか、
4人が、うん、あの、4人の意見が正しいと思うのよ。はや先輩、ね。あの場では絶対。まあまあ、その方がいいと思うのね。うんうんうん、とかなんか、こうじゃない若林ってなったら、うん、ああ、そっちっすかってすぐ言うんだけど、うんうん、なんか傘って、うん、なんか譲らないときあるんだよ、これ。そんなことない。くないかい？さすがにあの場だと。譲らなくて、なんかフロアのディレクターさんがインカム床に叩きつけてたりする。でも仕事変じゃないかなと思ってますから。下半期。気をつけるわ、そしたら。うん。気をつける。叩きつけたらもうすぐ折れるようにするよ、そしたら。うん。受け入れることにするよ。それは合図に。そうだよな、うん。気をつけるけど、やっぱりね、うん。そういうのあるんだ、やっぱ同じ、わかるわ、でも。ああ。うん。岡田マネージャー面白いよな。だから、そういうの変な、そうなんだろうね、なんか。自分の中のな、そのルールとか常識がしっかりしてるから。うん。この間、そうそうそうだ。久しぶりに、体育会 TV の現場に来て、岡田マネージャー。うんうんうん、で、私の向かいが、向かいの席はもう大輔さんなのよ。うん、大輔さんに発見されてた。うん、おぉみたいな。好きだからね。好き。毎回聞かれんのよ。あの、ジローはやめたのつって。全然来ないから。来ないからね。うん。うん、で、1年ぶりぐらいよ、ちょうど。うん、来てさ。うん、で、おぉみたいな。うん、言ってるジローみたいな。うん、言って、うん、今日もあの、朝、荻窪店に行ってきましたよ、みたいな。死のでなんつって言われて。あんま食べすぎると。あかんでみたいなこと言うわ。さすいじられてたけど。テンパるじゃん、なんか。うん。独り言多いんだよね。ああ、多い、うん。うん。なんか、なんかこう、急いでる時とかに、うん。何時回しとか、うん。なんか俺が唐突に質問したことに答えられなかった人、焦って、って言うんだよね。言う。これで、大げさないからね。うん。すごいよね。うん。うん本当そうだからね。で、なんか、挙動不審だから、体に、こう、なんつうんだろうな、体に力が入るっていうか、うん、なんか、なんつうんだろうな、こういうことあるじゃんっていう、なんかすっごい偉い、うんうん、とんでもないレジェンドの先輩と、食事してるからこそ、うんうん、普段絶対やらない、うん手がグラスにぶつかって倒れちゃうみたいな時あるじゃん。ちょっとそうというか、ね。うん。なんか力が入っちゃってるの、こう、はい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 。なんかこう、机にガンって手が当たっちゃったりとか。ありえないですね。うん、なんか、うんうんうん、食べてるものがこぼれちゃったりとか。うん、それはないわ。飛んじゃったりとか、食べてるものが逆に。飛ぶ、まあまあなく。くはないのか飛ぶぐらい興奮してるから。なるほどね。体に力が入っちゃってるのか、うんうん、なんか普段グラス倒さないのに倒しちゃうみたいなことあるじゃん。多分岡田もテンパりやすいから、なるほど体に力が入ってたんだろうなっていうことがこの間起こって、うんうんうん、で、しくじり先生がね、うん、終わるのよ。ああ、はいはい、なんかね、うん、言ってたね。それで、なんかこの時期ね、うん、改編の時期って、うん、その番組が終わりますっていう挨拶を、うん、その楽屋に、そのスタッフさんが伝えに来る。で、それがもう、その空気たるやね、うん、なかなかすごい空気なんですよ。そのまあまあそうだ、ね、なんか、嫌な空気でもないんだけど、お仕事ずっとしていく。なんかシリアスなのよ。うんなんか、ちょっと今回の、うん、改編で終わることになりまして、うんうん、なんか、我々も力不足ですいません、うんうん、みたいなことがあってて、こっちも、いや、力不足はこちらですもん、うんうん、申し訳もございませんでした、うん、みたいな。ね、でもなんか、また何かやりましょう、みたいな。うんうん、それで、なんか、そういうことがあるんだよね。まあ、ありますわね。で、番組レギュラーは締めますけども、うん、特番ではやっていくので、よろしくお願いしますって、うん、特番がないっていう、うん、まあ、これはなんか、俺だけじゃないよ、うん。あるあるなんですよ。まあまあ、そうだね。うん、そうそう。うんうん、だって、パイセン TV だってそうだからね。終わるときに特番でたまにやるっていう話で、ねうんうん、やってませんから。逆にだから、そんな、だから、それが、まあ、ちょっと、まあ、救いじゃないけどね、はいはい。そう言わないと、みたいなのあるじゃん。そうそうそう。番組のとき、もうこれ以上何もないで、みたいな時はないじゃん。一切この先はないです。っていう。でもね。最後なんてある？いや、あったよ。あった？あった。
そう言った人がいるので、俺は結構感動したことある。ああ、それはすごい、まあ、こういうのは大体ありませんからって言った人がいて。うん、もうこのメンバー集まることはございません。そう。大体僕も業界長いですが、うん、ありませんでしたって言う人がいて。気持ちがいいね。で、本当なかったんだけど、ね。で、その空気なのよ。うん、そのしくじり先生の総合演出が入ってきて、うん、いや、なんか終わることになりまして、うん、なんか本当に残念で、みたいな。まあうん、いやもうちょっとやりたかったって気持ちがあるんですけど、いやいや、本当そうっすよねみたいな話してる時に、うんうん、岡田は、うん、その楽屋の洗面器の、うん、あの横にいたんですよ。ちょっと外れたところに、外れたところにで、こう手前で組んで、うんうん、それを聞いて、まあまあシリアスな話じゃないですか、しくじり先生が終わるって伝えてもらってる時だから、で体に力が入っちゃったのか、うん、ボーンって落として、で多分足のかかとが、あの、うん、洗面器の下の、あー、なんかその、台というか、なんかこう、引き出しじゃないな、戸棚っていうか、あるね、木の板に、うん、なんか力入ったんだろうね。うん、かかとがボーンって当たって、うん、だから、しくじり先生終わりますって聞いて、うん、いや、謝られてるから、いや、とんでもないです。そんな僕に、そんな僕の責任も、うんうん、すごいありますし、うん、ってことでバーンって落としてから岡田が切れてるみたいになっちゃった岡田だけが終わることに切れてるみたい、一番熱いやつみたいなね、足がガンガン動こうとしたんだろうね、かかってバーンって ね、なんか拾おうとしたかなんかよくわかんないけど、でしてバーンってなって、僕でそこにもうちょっと振り返って、いやそれはそうでしょ一瞬もそっちにみんなね、気が行くもんね。で、岡田どうすんのかなと思って見てたら、うん、自分がかかとでその木の戸棚の扉のところを蹴っちゃった部分を手でさすってたんですよ。うんうん、なんか言えよすいませんとかでいいだろう、別に。その、痛みを感じるものを蹴ったんじゃないのに、戸棚をもうさすってたんですよ。手当て、手当てしたの。手当てして。手当て。もうそこもずっとだからもうテンパってんだろうね。そうそうそう、音がしちゃったっていう。うん、いや、あれは笑っちゃいましたけどもね、本当にね。うん。まあ、しょうがないね。ねえ。まあ、うん、スペシャル。もう岡田マネージャーなんですけどもね、うんうん、笠さんが結構その、うん、まあ、歌詞がね、うん、まだ岡田のいいとこもあるし、うん、まあ、歌詞って若いね、うん、あいつ 20?3、4ぐらい、3、4で、うん、岡田が30ぐらいか、30ぐらいで、うん、まあそれぞれのいいとこもあると思うんすけど、うん、結構なんか、まあまあ その、うん、あの、岡田ね、いじられるマネージャーで、まあ体型的にもちょっとまあぽっちゃりしてたりだとか、っていう部分もあってね、うん、まあ、そうだね、うん、で、歌詞がまたシュッとしてるから、うん、ね、そういうタイプの違いもあるけど。まあ、対照的っちゃ対照的かもからね。うん、で、なんかあの、春日がこう、歌詞がまあ相当できるというか、うん、気が利くみたいな感じの話をして、うんうん、ちょっと岡田、うん、岡田はみたいな、まあこれ俺たち、岡田も仕事できんのよ。まあ、ね、うん、できなくはないよね。うん、で、その、なんかこう、いじりで、うん、なんか岡田なんてもんはみたいなこと言うから、うん、なんかちょっとそれをなんかこう、歌詞へのライバル視が、うん、あんのかなみたいなのが垣間見れたことがあって、うん、歌詞がなんかタクシーかなんか呼ぼうとしてて、うんうん、で、岡田と下に降りてったら、うん、なんかタクシーが来てなかったのかな、うんうん、で、なんか、その、タクシー、まあ、どうなってんだ、みたいな、感じの空気になって、うんうんうん、その時に、まあ別に、全然待ってもいいからさ、うん、岡田が、歌詞にさ、うん、なんか、あれ読んだんじゃなかったってぐらいのトーンでいいと思うのよ、ね。うんうん、それなんか、結構、なんか俺の横で岡田が大きい声で、うんうん、歌詞くんって、結構大きな声で呼んでたんですよ。うんうん、なんかそのトーンになんか、ちょっとその、こう、あの、ライバル視してるのかなっていうのがちょっと見えて、まあ本人たちに確認してないからね。うん、それはあるかもしれないね。ちょっと生意気ですね。まあわかんないけどね。うん、まあまあ。わかんない。で、あいつテンパるから、岡田。うん。で、まあ、でも言っても、まあ、上司っちゃ上司なんですよ。先輩というか。ああ。起こすね、岡田マネの方が。うん。っていうのは、まあ、あるんじゃない？まあ、今日もね、こう、階段が、こう、うん、細い階段があって、うん、階段を登る、まあ、入り口というか、うん、ところに、
鎖がしてあったんですよ。それ関係者しか入れませんよって。で、その鎖を、あの、またいで上がっていくっていう感じだったのよ、鎖をね。それに引っかかって転んでましたけどね。ドシャーンドッシャーンって音して、まあ、あの、ラッパーさんたちとの仕事でクラブだったのよ。ああ、はいはい。タトゥーがすごい入ってるラッパーさんたちが一斉に見てましたけどね、岡田。ああって言ってましたけども。それで、ちょっとね、岡田が頑固なんじゃないか疑惑が俺の中で今、持ち上がってて。ほう。うん。なんでかっていうと、俺、車運転してて、まあ、運悪く、高速走ってた時に、小石がね、多分フロントガラスに当たったんですよ。ビシッって音が急にして、あれと思ったらなんかこう右上に、ちっちゃいこう白い、なんかこう、まあ、丸みたいなのがついてて、あ、これ、なんだ、雨にしちゃ、おかしいよなと思って、で、止まってみたら、ひびが入ってたんですよ。で、まあ、直さなきゃいけないのを、まあ、時間なくてそのままで。で、なんか、岡田が俺の車を運転して、俺が助手席に乗って帰ってるっていうシチュエーションがあったんですよ。そしたら、岡田が、その、まあ、ひびというか、白い点にね、はいはい、気づいて、あれ？って、これ汚れてるんすかねって言ったんですよね。だから、俺が、いや、違うのよと。小石ぶつかって、もう窓変えなきゃいけないか、どうか、ちょっと話してて、小石ぶつかって、ひびでもうついてないわ、みたいな、ことを言ったんですよ、はいはい。で、汚れだと思ってたみたいで、で、あ、そうっすか、こうなっちゃうんすねって言いながら、指で、その白いひびを、めっちゃ擦ってたんですよ。ほう。なんだそれ。で、俺、それで、まあ、まず一つに、指の油がすげえガラスについたのよ。まあまあ、油っこいな、ね。で、なんか、何その、ガラスに指の油がつくってことを、怒るのってやっぱちっちゃいじゃん。まあ、直接怒ったらちょっとちっちゃいよ、ね。まあ、怒んなくていいのか。怒るってか、注意ね。拭いてね。なんか、何かにせよ、なんか注意するのがなんかちっちゃい気がしたのよ。まあまあ、わかる、わかるよ。でもなんか嫌じゃん、フロントガラスが。そう、嫌だよ。指の油がこう、結構擦ったから、あいつが。嫌だ、嫌だ。で、ね、それでまあまあ、まあ、拭くかなと思ったの、降りて帰り際に。俺ん家着いて、あいつ電車で帰るから、そしたらなんか、まあそのまま帰ってったから、カバンを持ってね、革の。背中がめちゃくちゃ笑うセールスマンに似てるんですけども。背中がね、はいはい、ハット被ってないだけで。うん、まあそうだな、丸い、で、まあ、ね、自分でティッシュ出して拭いたんだけど。はいはい、で、まあ、それと、あと、プラスなんか、いや、汚れだと。これ汚れてんすかねつって、俺、ヒビだっつってんのに擦ったってことは、俺がヒビだって言った説を却下してる可能性があるんですよ。あいつの頭の中で。まあ、そう、却下まで言って、だから、まあそうか、却下だな、疑ってるってことだもんね。そうそうそう。で、まあそこで。自分確かめないと、気が済まないっていうことはそうだね、却下だな。そうそう、却下してる可能性がある。そんなわけないでしょ、だから言われてね。そうだわ、口癖。それだ、いやいや、そんなわけないっすよっつってて、ああ、本当だってやつでしょ。ああ、そうなんだよな。そう、そういうことだよね。でもね、それって結構大事で、やっぱなんか、イエスマンじゃ良くないから、なんか俺がなんかあれってあれだよな、みたいなことで、あいつなんか多分ネットを超見るんだよね。なんでかっていうと、多分毎日ラーメン屋並んでるからだと思うんですけども。そっか、暇だからね。そうそうそう、あいつラーメン毎日食うから。で、ね、なんか、あれってああじゃないのかなとか言ったら、いや、ネットではこう言われてます。ネットではこう言われてますって言って、あいつネットをすごい信用してるところあるから。大事だ。俺はまあ、あいつの説を全部却下してるんですけど。で、それで、この間ね、勝浦。勝浦、はいはいはい、千葉の勝浦。はいはいはい。で、まあちょっとまだ内容は言えないですけど、ちょっと泊まりの仕事がまあ、ちょっとね、内容言えないですけども。気になるね。まあ、この時期にね、ちょっとまあ、毎年ありまして。気になる。で、ね、勝浦に泊まりのロケがあったんですよ。で、夜行って、
泊まって前乗りで、はい、で、早朝からっていう感じ。うん。うんうん、それで、まあ夜出たから、あの、あいつの運転で事務所の車で、うん、あの、目が覚めたらもうホテルに着いてたの、勝浦の。うんうんうん、で、あれ、あ、ここホテルつって、うん、あ、そうです。あ、ごめん、みたいな。俺なんか水も何も持ってないから、コンビニも行ってもらっていいつって、で、ね、車でコンビニ行くことになって、うん。で、まあ、ホテルの、あの、ロータリーっていうの、うん、あそこ、まあ、出て。一回ぐるっと回って。そう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 。はいはい、入り口からね。で、まあ、コンビニすぐあるだろうなんつって、出て、うん、Y 字路があったんですよ。はい。で、Y 字路で、うん。うん、俺の側から、セブンイレブンの看板が見えたの、うん。はいはいはい。で、岡田に Y 字路あって、うん、右側の道に、うん、岡田、あ、あそこ あるわ、セブンイレブンの看板。つったら、うんうんうん、左にぐーって曲がってったんですよ。どういう料金なんだ、それは。で、うん、えっつったら、いや、あの、僕来る途中に、あの、コンビニあったんで、うん、大丈夫です、みたいな。めっちゃ近くにあったわけよ。その岡田マネが言ってるコンビニエンスの看板は見えてないわけ、その状態で。岡田が？じゃあ、じゃあ若林さんから。ああ、岡田マネの、うん、あの、思ってるコンビニの看板、ま、見えてない。じゃあ、セブンイレブンが明らかに近いわけだね。あったから、看板が。見えてるわけね。ああ、そこあそこ、っつったら、うん、ああ、大丈夫です。来るときあったらすぐなんだよ。左にぐわーって回す。何なんだ、そいつ何なんだよ。まあ記憶の中ではあるんだろうけどね。で、え、実際目の前にあるのはセブンイレブンが近いわけでしょ。なんかすぐ着くんでみたいな。ただそこで俺が、いや、あそこあったからっつって U ターンかまして、うん、行くってほどのことでもない、あったんだろうなって思って、うん、まあそっからまあ5分ぐらい走って。何なんだよ。ねえじゃねえか。それはないんだよ。真っ暗な道を、うん、岡田の上で、へえ。って言って、言いながら、岡田が5分ぐらいマジで走って、うん、コンビニ着いたんです、うん。うん、したら、いやー、びっくりしましたね。コンビニの駐車場に、うんうん、20台ぐらいの暴走族がいたんですよ。あやっぱりその、土地柄ね。うん、土地柄かわかんないけど。元気な若者。元気な若者、うん。まあまあまあ、いいエネルギーがあるのは、ね、いいことですよ。ほいで、うん、岡田がね、つって、若林さん、まずいっすかねみたいな。うん、まあ、帽子持ってるからいけるけど、うん、まあ、コンビニあったかなと。うん、そうだね。うん、背中そっち行ってたらもしかしたら違ったかもしれないし、ね。そう、そっち行くっつって、うん、近いし、で、その、コンビニは降りずに、うん駐車場また出て、うん戻ったわけですよ。はいはいはい、うん。で、道をずーっと戻って、うん、その俺の Y 字路でね、看板が見えたとこに戻ったんですよ。はいはいはい、したら、なんか、うん、すぐあるから、あって。うん。じゃ岡田が、あ、ホテルからこんな近いコンビニあるんすねって一人言言ったんですよ。えねね、俺言ったけどなぁと思って、まあ、まあ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 、いや、俺、うん、でもなんか、言ったってことでもねえかと思って。いや、それ言ってるでしょ。二人しかいない、ね、うんうんうん、空間で、うん、岡田さんがそう言って、うん、それの返しで、いやって言ってるわけでしょ、うんうんうん、いや、来る途中あったんだよって、その、若林さんの、あそこにあるよっていうのを一回受けてるわけじゃないですか。そうそうそう。それで、まあ、それで、うん、まあ、そのコンビニの駐車場入ってって、うん、で、まあ、俺、うん、岡田が運が悪いのか、俺が運が悪いのか、よくわかんないですけど、うんそのコンビニも10台ぐらいの暴走族がいたんですよ。ああ、やっぱ音地柄ね。で、他のもういいわ。ここで俺降りて買うからっつって、うん、まあまあ買って、うん、何もなくね、もちろん。はいはいはい、車に乗って、うんホテル帰ったら結構深夜ね、うん。うん。で、なんかそういえば、黄金伝説かなんかで勝浦来て担々麺が、漁港があるんだけど、担々麺が有名で美味しいっていう、うん、なんか聞いたなぁ、みたいな思って、まあでもな、はいはいはい、まあすぐお店とかある感じじゃなかったのね、道が。真っ暗で、うん。まあまあ、まあいっかと思って、うんうん、ほいで、寝たんですよ。うん、で、まあ早朝ね、まあ4時、うん45分。まあ、4時45分に、うん、まあ、下降りてたら、真っ暗のロビーのね、うん、ソファーに岡田が一人で座って、
ってるんですよ、やっぱりね。先に待ってる、はいはい。あ、それはさすがだね。うん、そうそうそう。うん、で、まあ、車に乗って、事務所の車に乗って、ロケ地まで行くんですけど、すごい車内がね、うん、ネギ臭いんですよね。うん、4時45分から。もう結構早い時間だよね。と思ってね、うん、まあ、どうしよっかな。今聞く。4時45分って、うん、人間のテンション的になんか、うん、トップスピードで喋るテンションじゃないじゃん。まあそうだね。できればそんなもん、喋りたくないぐらいの時間だよね。うん、そうそうそう。うん、にしてもネギ臭かったから、うん、岡田あれラーメン好きじゃんっつって。うん、うわーっつって。うん。なんかこの辺、担々麺有名なんだよ。うん、ロケで来たんだよ。さ、はい、行きました、昨日夜。つって。おい？つまりその、うん、俺を、とコンビニ行って帰った後、ネットでグルナビかわかんねえけど、ネットで、調べて、うん、で、有名店が、うん、あって、うんうんうん、3軒。うん、うん。近くにあると。歩いてギリギリ行ける距離です、うん。で、まあ、一番有名、二番目に有名、三番目に有名ぐらいの順番で、あいつ好きだから。はいはいはい。じゃあ、一番目と二番目の店は、閉店してたんですって、もう。ああ、まあ、遅い時間だろうね。真っ暗の中歩いてんだよ、あいつだから。で、三店舗目が開いてて、まあ、閉める間際に入って、うん、もう客が、岡田と、うん、ホールの店員さんと、中で作ってる人の3人。はい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 。で、あいつ、担々麺食べたんです、うんうん。めちゃくちゃ美味しかったんですって。おー、うん、有名だもんね。めちゃくちゃ美味しくて、うん、で、300円で、うん、担々丼がつけれるから、うん、担々丼も食べたんですって、うん、ご飯の。なるほどね。うん、で、うん、担々麺と、ね、もうだから、あの時間も、多分1時ぐらいだと思うけど、うんうん、担々麺と、担々丼食べたんです。すげえ食うじゃない。うん、で、担々丼がね、うん、めちゃくちゃ美味しかった。よかったね、それはね。うん、で、もう一杯担々丼食べたらしいんですよ。大丈夫かい？で、担々麺一つにつき、うん、300円で担々、本当は500円なんだけど、うん、300円で担々丼がセットですよ。なるほどね。セットにちょっと安くなると。うん、で、1個目の担々丼は300円ですよ。うん、二個目の担々丼も300円に、できるのか、うん、どう思う？まあ、できないと思う、ね。あ、そうだよ、ね。できないなと思うね、うん、私だったら、うん。で、店員さんに聞いたんですよ、岡田は。お、担々の次も300円で食べられますか？なるほど。そしたらまあダメだと。うん、まあ、セットがもう出来上がっちゃってるからね、一、うん、個ね。また別のセットにしないと。そうそうそう。うん、で言われたから、結構大きな声で、うん、ああ、ダメなのかって言ったんですよ。なんなんだ、そいつ。したら、うんうん、奥にいる店長が、うん、あ、いいよ、300円で、つって。いや、もう気づかれてんだよ。勝浦まで行って恥ずかしい男だね。担々麺と担々丼2個を食って、うん、まあ、それで、まあ、ネギ臭かったっていう。そんだけ食べればそうだろうね。うん。で、その時間も経ってないしね。そうそう。うん、食べてから。まあ、ここからちょっと関係ない話なんですけど。はあ、そのホテルの、うん、まあ、大浴場。うんうんうん、こう海が、まあ見える。まあ、夜だったから、まあ見えないけど、大浴場だったんです、とにかく。いいね、いいじゃない。で、月曜だったのかな？なんか、俺それでさ、夜入りに行くじゃん、そんな温泉だから。行く行く行く。とさ、一人なのよ。うん、ああ、遅いしね。岡田誘えばよかったかな。まあ多分その時担々麺食いに行ってるけど。まあ、誘ったところで来れないよね。うん。一人ででかい風呂入ってさ、最高じゃん。脱衣所に誰もいなくてさ。うん、それで、すごい風呂だったのね。綺麗で。ああ、いいね。だから、岡田に、担々麺の話した後さ、うん、岡田お前、あれ、大浴場、行った、うん、っつって、うん、独り占めじゃなかったつって言ったら、はいはい。はい、行ってないです、つって。ああ、まあ、そっか、その、担々麺食べてから行けないか。いや、違うのよ。うん、その大浴場は、うん、24時間空いてんすよ。へえ。で、え、うん、温泉、え、行かなかったの？もったいない、ね。で、なんでって聞いたら、うん、風呂嫌いなんですよ、つって。え？なんなんだよ、そいつ。なんなんだよ、それ。風呂嫌いなの？つって。うん。で、何？どういうこと？え？うん。風呂、めんどくさいの？つったら、いや、うん、
なんか、浸かるのが嫌いなんですよっていうのよ。で、浸かるの嫌いなのつって、なんか、珍しいね、なんか退屈だからかなとか、なんかわかんないから、俺好きだから、風呂が好き嫌いな人の気持ちわかんないから、だろうね、うん、なんで嫌いなのつって聞いたら、いや、暑いからです。そうさ、全部が全部暑いわけじゃないじゃん。それ何だろうそれ。いや、よくわかん、大浴場入るよね。だから、それだなぁ、暑いからって、それはさ、暑い風呂もあるけどさ、うん、適温の風呂もあるじゃない。どういうことで、だから、湯船に入んないんだって、あいつ。だから、なんかちょっとこう、なんか、ヨーロッパスタイルっていうか、まあ、欧米スタイル。うん、まあ、かっこよく言えばね。うん、欧米スタイルですね、やっぱね、鼻も高いし。いや、高くないだろ。おいで、そう、ついで、なんか、シャワーだけ、部屋についてる風呂のシャワーだけ。へぇー。あいつもずっとシャワーだけなんだって、いつも。まあでもそういうとこ行ったらやっぱ入りたくなりそうだけどね。うん、せっかくだから広いお風呂に。そうなんですよ。で、まあ風呂嫌いなんだっていうのを初めて知って。うん。おいで、まあ、それからまた今日の話に飛ぶんだけど。うん、ほう。あいつ、ノーネクタイじゃん。ああ、そうだっけ、あんま、ああ、でもそう言われてみると。ネクタイしてるの見たことないでしょ。ああ、そう言われてみるとそうかもしれない。うん。で、うん、まあ、鎖にね、引っかかって転んで、うん、なんか俺、で、シャツがビロンって全部出ちゃって直してる時に、俺はそれを見て気づいたの、あ、ノーネクタイだな、そういえば岡田って。で、岡田お前、ノーネクタイなんてなんかポリシーみたいなのあってやってんのつって聞いたら、はいはいはい、いや、違うんですよ、つって、うん。ネクタイすると、うん、第一ボタンまで締めなきゃいけないじゃないですか。まあそうだね、だらしになっちゃうわね。そうするとね、シャツの、襟が、すぐ真っ黒になるんだって。まあ、こう密着するからね。すぐ真っ黒になって、もう洗っても、使い物にならないんだって、何回か来ただけで。だから首を締めないように、大丈夫な、ネクタイしないで開けて。なんなんだよ、そいつ。で、うん、それ聞いて俺が、うん、いや、しっかり風呂入れよ、つって言ったんですよ。まあそうだね。風呂で落としてないから、この、ね、首の汚れを。うん。もう、なんかいろんなことに繋がっていくってことだね。そうなんですよ。で、まあそれで、今日、うん、まあさっきも話したけど、ラップのね。はいはいはい、はいはいはい。番組の仕事だったんですよ。うん、で、もうその、クラブで。うん。ラッパーの皆さんがものすごいライブいっぱいやってくれたんですよ。うん。うんうん、で、袖っていうか、うん、真横から見てて、進行やってて、うん、で、こうなんかまあ、お笑いとかと一緒で、この、うん、まあ、そのライブでさ、一番受けた人とかあるじゃん、なんか M1 とかで優勝するとか、やっぱみんな輝いてるけど、うん、ぶっちぎりに輝く人とかっているんだな、みたいなことを、まあ思ったの。はい。うん。で、まあまた、こっからまた岡田なんだけど、まあこれまた違う話ね。うん、うん。で、岡田と二人でさ、そのクラブで結構すごい感動してさ、なんつうんだろう、なんかあと、こう、若い子たちがさ、うん、そのね、なんかこう、夢をつかむ感じの、その日で、なるほどね。勝負みたいな空気だったから、すごい感動してて、で、俺も珍しく、なんかそういう気持ちでさ、はいはいはい。ほいで、岡田と歩きながら、やっぱ、お笑いと一緒で袖から見たら違う、わかるっていうか、出るんだな、その日の出来だけど、出来だろうけど。で、あいつアイドル。ああ、そうだね。うん、すごい。好きじゃん。で、アイドルのライブ、すごい通ってたの、うんうん、で、AKB とかさ、うんうんうん、すげえ通ってたから、うんうん、なんか、何気に聞いたんだよね、俺が。やっぱアイドルもさ、うん、みたいな、ステージ見てさ、うんうん、輝きってやっぱ違うもんなの。ぶっちぎりに輝いてるな、とかいるのっつって、うんうん、ああ、そうっすね、みたいな。で、岡田が言うのよ、信号待ちの時に。はいはい、僕も本当名前とか全然調べないで、うん、ライブ行くんですよ。うん、へえ。で、僕が見て、うん、輝いてんなって思った子は、後で、ネットで調べたら、うんうん、まあ、大体、一番人気ですね。生意気だね。え？大体、うん、その後、売れますね、つって。生意気だし、そんなこと言ってるようなやつ、たくさんいるだろうね。下手なことを言おうとね。で、まあ、その瞬間に、まあ、うん、あ、じゃあね、つって、日本放送来たんですけど。